びっくりした。めっちゃ可愛いって思ったのに中におじさんおるやん。おお、いいね。やっぱこの感じいいね、めっちゃ。さあ、それじゃあちょっとダハルーネに向かおうかな。ルーラで。ダハルーネの街。リリリリリリ。これ次どこに行けばいいんだ？別に何にも言われてなかった気がするんやけど。はい、ダーハルーネに到着。さあ、ここで、歌を歌いそうな方は誰がいらっしゃらないかね。なんだ、今のは。あ、なるほどね。いいよ。降りるよ。なんか人がおったんかと思ったけど、全然違ったわ。これで、作戦、戦歴、どこだ？憧れの地上。これやな。あ、別に何もないんか。自分で探すしかないのか。家の中とかにおるんかな？もう何？十何年って言った？何十年って言った？要は、おじさんってことやろ、もう。もう、男の子ではないってことよね。私の仕入れた素晴らしい美術品を売りに回ったのですが、この街ではあまり成果を上げられませんでしたよ。ここに留まっていても仕方ないですし、次は騎士たちの避暑地、ソルティコの街に行ってみようかと思うんです。騎士は海のように懐が深いというし、いい取引ができる予感がするんです。これも商人の勘ってやつですな。ほっほっ。で、それでこの街に行ったらあの人またおるかな。先日の出来事で、ラハディオさんは、イカの化け物から悪魔の子を助けたとして、ホメロス将軍に悪い印象を持たれたようです。これから商売がやりづらくなるかもですが、ヤヒム君の恩人を見殺しするなんて、できませんし、あれでよかったと思いますよ。そして私がその恩人ということは気づいてないのね。気づいてないのね。のほほ。あ、これか。これしたか。おじさんどころかおじいちゃんやったわ。わしはこう見えても子供の頃は歌が大の得意でな。神童と呼ばれてもてはやされておったのじゃ。町で一番大きな船に乗って船乗りたちのために歌を歌ってな。とても楽しい日々じゃったわい。わしの歌を聞きに人魚が海から顔を出したこともあるんじゃからの。嘘だと思うなら人魚に聞いてみるとええ。アイナは海底王国に住む人魚があなたの歌を聞きたがっていると話した。のほほ。あの時の人魚がわしの歌を覚えていてくれたとは、こんなに嬉しいことはない。ぜひとも歌を聴かせてやりたいのじゃが、わしは年を取りすぎてしもうた。もう昔のようには歌えないのじゃ。旅人さん、無理を言ってすまないが、わしの代わりにその人魚に歌を歌ってやってはくれまいか。マジか。それはなんか違う気がするけど、まあ、うん。おお、ありがたい。それではわしが今から歌う歌を覚えてくだされ。船は気ままに波任せ。風切る走る。大海原が、我らのふるさと、我らの母よ。どんなに遠く離れようとも、海の歌が潮風に乗り届くなら、我らの心は海へと帰る。のほほ、のほ、そこもかし。のほほのほ、歌えや踊れ、海の歌を、響きやほ届け、我らの母に。のほほ、昔のようにはいかんの。この人の笑い声そのまま歌詞に入っとるやん。あとは頼みましたぞ、旅人さん。人魚にこの歌を歌ってやってくだされ。老人に人魚の思い出の歌を教わった。海底国ムーリアン宮殿前にいる歌が好きな人魚に伝えよう。ということで、ルーラでいけるかな？あ、いけるいけるムーレア。オッケー。ムーレアにルーラでいけるなら、ハープいらんくね、もう。はい、来た。ほら、海底まで普通に来れるわ。もう、ハープの意味が。何もない。さ、速攻でクリアできたね。やったやった。こういう、楽なクエストばっかりならいいんだけども。こっちの方気になるんやけど、絶対どこから行けると思うんやけどな。行けんのかな。めっちゃ気になるよね。ほら、なんかいっぱい人とかおるやん。あれ？この辺でなかったっけ？もっと向こうやった？こっちの上か？あ、あの辺か。ここや、ここ。おったおったー。さあ、どうも。歌いに来ました。旅人さん、お帰りなさい。
男の子は見つかりましたか？もう一度あの歌を歌ってくれるかしら。アユナは人魚に老人のことを話し、老人から教わった歌を歌った。でもこれ確実にね、神童と呼ばれるぐらい歌の上手い人やったんやったら、なんだその歌ってなりそうじゃない違う、これじゃない感がすげえみたいな。そう、そうよ、この歌よ。懐かしい。遠い日の明かりが蘇ってくるようだわ。けれども彼の声を聞けないなんて、人間の石音は儚いものね。だからこそ素敵な歌を作れるのかしら。ありがとう、旅人さん。もう一度あの歌が聞けて嬉しかったわ。お礼の品を受け取ってください。マジか、オッケーやった。グラコスの槍を受け取った。やった。海底王国ムーレアにいる人魚に頼まれ、老人に教わった陽気な歌を人魚に歌ってあげた。憧れの歌をもう一度聞けて、人魚は大いに喜んだ。あ、歌えよるもしや。旅人さんや彼のようには歌えないけど、あの歌を覚えてみたの。よかったら聞いていってね。お、すげえ、二回じゃないか、昔めっちゃ聞いたんかな？いいやん、いいやん。そして今回ゲットしたこの、槍は、誰が装備できるんだ？そしてどこに入ったんだ？袋に入ったんかな？装備袋？あ、これか、グラコスの槍。使うじゃない、渡す。あ、なるほど、セーニャか。セーニャめっちゃ攻撃力上がるけど。でも今、あれなのに、杖持ったんよね。マルティナに渡すか。じゃあ、マルティナに。はい。渡して装備しました。これで OK。あ、そうよね、仲間。あ、違う。アイナ、次はどこに行く？まだ決めていないようなら、人間の女王さんに話を聞いてみようぜ。あの女王さん、いろいろしてそうだったし、次に俺たちがどこへ行くべきか教えてくれるかもしれないぞ。あれやない。え、大樹って言った？大樹の導きがどうちゃらこうちゃら。え、まだ大樹に行くタイミングじゃなくね？行くんかな。じゃあメンバー入れ替えとこう。マルティナまだね、入れたことないけん。マルティナ入れて、こんな感じか？ベロニカ。お、すげえ、あれやん。主人公以外全員女の子っていう。主人公も中の人女なんやけどね。とりあえず、聞く？え、でも多分ね、普通に大樹って言っただけやと思うよね。どうも。いらっしゃい、アイナ。もしかして何かお困りですか？あ、教えてくれる。そうですか。では、あなたの進む先に見える不思議な力についてお話ししましょう。ここより遥かにし、海に滑える光の柱の先に、少女たちが集う華やかな場所がありますわ。光の柱？その場所の主はとても不思議な人だけど、悪い人ではないと思いますよ。きっと、あなたを歓迎してくれるでしょう。私に見えたのはここまでです。どこへ進むかはあなた次第よ。すべては大樹の導きのもとに。ということは、ちょっとね、ルーラで、最初の位置に戻って、これで地上に戻って、はい。多分この場所からの西ってことよね。あのびっくりマークのところに行けばいいってことか。え、ちょっと待って。ちょっと待って。めっちゃやん。え、めっちゃ遠くない？遠すぎじゃね？ちょっと待って、あの辺ってことは、あれ近くはいけないのか？白の入り江が近いんか。あ、じゃあちょっと白の入り江に一回行って。はい、ルーラー。はい、白の入り江に到着。で、ここからの船。はい、アリスちゃん船。さ、これで、あれは？なんか繋がっとんかな？とりあえず、この中に入っていけということか。
この中に入っていって、はい、R2 で加速加速。なんかあの中にも何かしらあるっぽいんやけど、ちょ、気になるけど。気になるけど、まあ、そのまま進んでいく？いけー、一発一発、いいね。お、それがあれか。グラコスの槍か。めっちゃいいやん。このまんま、ずーっと進んでって、どの辺で？はい、ここまで来たよ。ここまで、違くね？ちょっと待って、ちょっと待って、通り過ぎすぎじゃない？通り過ぎすぎ。え、待って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 、どういう状況だこれは。どういう状況だ？なんかめっちゃひたすらうろついてんだけどさ。ん？あそ？え、待って待って待って、あそこ普通に行けるくない？ちょっと待って、普通に行けるくない？あれ。向こう側から入れるよね。何やってんだ、私。はい、ということで、白の入りへ。はい、行きます。多分私、思っとった場所と違うな。から上の方向か。こっちか。こっちだな。はいはいはい。こっちの方に行って、あ、なに？なんか寒そう。え、なんか寒そう。めっちゃ雪の地帯になったよ。びっくりした。一瞬めっちゃ可愛いって思ったのに中におじさんおるやん。中におじさんおる。ヒップアタックとか。幸せな死に方。幸せな死に方。ラッコアーミー。いや、あの顔の部分さえその貝で隠してくれたら可愛いかな。あ、結構体力あるこいつ。おいし。ね、結構粘ったね。よし、これで？この辺から？あ、この辺から入っていけるところやね。多分この光？これじゃないかな。これや、これこれ。はい。発光のお寿司を。海にそびえる光の柱がある。上目で発砲を奏でますか。はい。え、これは別の場所に行くんよね。同じあそこに連れてかれたりとかせんよね。あ、中に出てきた、中に。へぇー。なるほど。で？メザチャット地方におりますか。はい、メザチャット地方。まあ、ここで役に立つのか？わからんけど、とりあえず、ゲットしておいて。次！メダル女学院。女学園。あそこにメダル女王がおるということかな？プチャラオ村。とりあえず村を目指していこうかな。下の方向。プチャラオ村に行きたいと思います。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。